皆さんこんにちは。奈良をこよなく愛する奈良オタク、忠内香織です。今日はですね、東大寺二月堂さんの修二会は、清らかさがめっちゃ大事という話をしたいと思います。修二会という法絵はですね、非常に清らかさ、正常性というものを大事にしている法絵です。 この正常性というものを保つために、別化というものが行われているんです。別化とは、日を分けると書いて別化。前半と後半に分かれていまして、前半を試す別の日と書いてコロ別化。後の方の別化を総別化というふうに呼んでいます。総別化の総は、 物という字に下に心という字を書く「うという字あの幕末の志士で沢村宗之丞という人がいたんですけど知ってますかねその宗の字です「日を分けるとは日常を分ける」ということ修ュの連行集の方は「日を分けることによって非日,日常の世界で準備をされるわけなんです コロベッカの期間中は日を世間と区別することをはじめとしていろんな約束ごとに拘束されます世間と生活を分けるわけですからまあ寝起きするところも専用の合宿所のようなところに入られるんですね主二への準備期間中に別カ帽と呼ばれる合宿所にて寝起きをされまして その別科棒で出される湯茶以外のものは口にすることができない。そして、後半の草別科という期間に入っていきますと、さらにいろいろと厳しいことになっていきます。草別科の期間に入りますと、着るものは紙子という紙の衣になったりとか、死後が一切禁止になったりとか、 そろってお食事を召し上がれるんですけれども、その決められた場所以外では自由にお茶を飲むこともできない。お部屋の中では火打ち石で灯された、えー、火鉢で暖を取るんだそうですけれども、この火鉢以外の火の毛というものが一切なくなってしまう。無論外出などできない。こんな風に す,すごく厳しい制約に縛られながら準備期間を過ごされるんですねしかしこんな風にして保つ正常性というものこれが祈りの力というものを増幅させてくれるわけです主にえというものによって祈られる国家の安泰五穀豊穣風雨巡行という この国が安泰でありますようにという祈りは、この主ニへに参加されるお坊様たちのこの準備期間からの正常性というもの、これによって強められたマジカルなパワーによって日本が守られる。私たちが今日も明日も安泰として生きることができるのは、もしかしたら主ニエのおかげかもしれません。 ほな、あとは安定を頼んます。